スターバインレコーズのスターバインレディオ。はい、はい、ということで、はい、今日は久々にスタジオに来ております。別日に撮ったかのようなテイストだけど、今日は、はい、スタジオに来ています。どれぐらいぶりだろう。確かに3人で入るの久しぶりだよね。めちゃめちゃ久しぶりよ。まあハイテンションラジオの時入ったっちゃ入った。あ、まあまあまあ。まあ、あれは脳幹。そうですね。楽器は持ってなかったの。持ってなかった。リュックしか持ってないから、ね。そうだね。そんな日が来るとはね。店員の人は絶対俺らのことラッパーか芸人だと思ってた。ということで、はい、今週もやっていきたいと思います。はい。はい。じゃあ自己紹介、今日はどうしようかな。スタジオあるある。ちょっとあんまスタジオも人生で入ったことない人もいるかもしれないんで、うん、まあ、なんかスタジオってこういうとこだよっていうのをちょっと一人一つ、俺は今何も浮かんでないけど買ってきましたけど、いいっすか。じゃあ、はい、はい、高校生とかで初めてスタジオ入るってなった時に結構休憩してるお兄さんめっちゃ怖い。あそうね、あるあるっすね。とのりょうです。のりょうですね。 ありがとうございます。じゃあいいですか。はい、どうぞ。はい、ね、多分短時間ではないと思うんですけども、結構学生とかが長い尺でじゃあ入ろうぜと入った時に、そのまあ俺ギター弾いてるけど、まあドラムの人がいたらドラムのスティック置いてあるやん。で、うん、休憩の時に叩けもしないドラムでズッタンズッタンっていう振りをしてるの結構多分あるあるだと思う。えんちゃんね。まあ、あるね。あるね。ある。俺はですね、そうっすね。久々に入ると音出ないことがある。まさしく。あるね、はい。あるあるだね。何かしらの機材壊れてたり、ね、あと、まあ、シンプルに学生時代は、マイクの音出るのに15分くらいかかった。どここれみたいな。見たことない機械触って。エコーどうやってかけんの。そうそうそう。確かに。マイクのね、機械が、ようわからん。バーブ全然かかんないけど。確かに。それで怖いお兄さんに、あのーって恐る恐る話しかけに行くんだよね。そうそうそう。それちょっぱやでやってくれる。ここっすね。ということで、はい、はい、やってますけども、今週のテーマいいですか？はい。ちょっとね、結構、俺がよくあることで、なんですけど、もやいって言葉が、どうやら茨城県民以外に通じなくて、俺もこれ100回ぐらいやってるんだけど、茨城県民以外の人と飲み行った時に。うん、で、じゃあそのもやいって何ってなった時に、うん、ちゃんとした説明できる答えというか、ああそういうことねっていう、なんかいろいろダサいとか、うん、オタクとかに近いのかな、うん、どっちかっていうと、なんかそういう、そうだね、垢抜けてないとかそういうイメージあるかな。ああもやがかかってる的な。そう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 、はい、俺の中であそのなんかそのダサいとかそのちょっともっさりしてるっていう雰囲気の総称でちょっと垢抜けてないっていう感じのイメージ。なるほど。なるほどっすね。まあでも、まあそうだよね。でもその、じゃあ、りょうさんあります。これ難しいんよ、その。まあでもちょっとね、俺はそれに加えて、うん、まあまあ、垢抜けてないとかもそうだけど、その、ちょっと暗い、あそのネクラ的な、そのなんか、うん、性格的にちょっと暗いも、若干、こう、加味される。なんかさ、別に、超差し引くダサい人でもさ、うん、明るい人とかにはなんか別に、ああ、もやくないね。ってならなくない？うん、そうなのよ。だからこうね、うん、そう、答えが出ないんですよ。うんうんうん、その、えんちゃんが言ってる要素も、まああるよ、ね、ある、うん、あるんだけど、うん、で、かといって、その、なんつうの、めちゃめちゃテンション高い人が服装ダサくてももやくないっていうのを、うん、ってなって、結局もやいってなんなんってこう最終的になっちゃうのよ、いつも。そうだね、確かに難しいね。難しいんすよ、うん、まあなんか俺いろいろ結構考え
ったんだけど、この議論結構してて、うん、やっぱ、そう。まず、その、まあ、一つ言えることとしては、うんうん、茨城はやっぱヤンキーが多いじゃん。ヤンキーっていうか、まあ、やんちゃなね。やん、その、多分他県から見たらヤンキーなのが、うん、茨城では割と普通。で、うん、他県でいう、その、なんていうの、普通の人が、とかちょっと陰キャな人が茨城だとこうもやいに該当するのかなっていう、その上のこのあれが上な分ってこと、そのそう、うん、ヤンキーっていうかその奴らが普通、普通でそれが、うん、ああそういうことか、うん、はい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 、だからちょっとそのなんていうんだろう、うん、なんていうんだろうちょっとそこに属さないじゃないけど、レールに乗ってない人たち、そう、あ、なるほど、ね、が茨城でいうもやいになるのかな、うん、まあでも、うん、まあ、前提としてでもさっき俺とえんちゃんが言ったようなことはまあよ、よ、多分要素としてミックスされてるんだよね、うん、多分ね、一つのことを指すんだよね、別に服装とかではない気がするな、ダサいとかでもない気はするわ、うん、ってなっちゃうってことでしょ、そう確かにそうだ、そう、そうだね、そうだってさ、学校で制服着てるやつにももやいって多分話はしてきたじゃん今まで、そう、うん、あとはさ、なんか軽くもやいも使うじゃん、あのお前それもやいよとかっていう、いや、ちょっとスラングチックなもやいの、そうそうそう、思考もやいぞお前思考もやいぞあんまり聞かれたことないけど例えばそのマジもやメンタルじゃんお前それそれは聞いたことない、もやメンタルとか聞いたことない、聞いたことないな、いや、なんか一個で例で挙げられるとしたら、うん、なんか小学校の時とかにこうすごい寝癖で来た、こうあ、お前髪型もやいなとか言ったか俺ね、でも、うん、そんな早く使ってた、いや、わかんないけど、まあ、小中、まあ、うん。いや、でも、使ってた気がする、小学生ぐらいから。マジ？俺、中、下手す、中高かもね。本当に？下手したら。まあ、でも、正確には捉えられてないから、多分。トリデーなんじゃない？正直。茨城でもないんじゃん。いや、結構なんか、その、俺、全然そんな、なんていうの、深く考えてなかったけど、昔のこと考えると、うん、結構、もやいに敏感だったような気もするんだよね。あ、じゃあ、砦だからじゃん。うん。砦だからなのかな。いや、結構、どうだろうね。どうですか、変動。砦、同じ砦。でもなんか、割と。俺、あんまり小中で聞かなかった気するもん、正直。いや、そうだっけ？あんま覚えてないけど、使ってた記憶はある。でも割と敏感だったと思うよ、多分うちの学校は割とそういった要素の部分に関して。かなりその、小学生なりのなんか、なんだろうね。あったよね、多分結構。いざこざじゃないけど。だからそういった言葉投げかけられて学校来なくなっちゃったとかさ、ほんとそのレベルまで発展するような時もあったからね。そうよ、ね、結構、もやいって、あれパワーワードだよね。結構パワーワードだと思う、まあ、確かにね。ずんってくる人には来る。そう。言葉だと思う。もっと差別用語ひどい言葉ではある。うん、あったと思う。でましてやちゃんと理解してないから結構乱発するしね、小学生。まあ、まあ確かにね、うん、軽い気持ちで。そう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 。もやもやみたいな。鬼もやいよみたいな。で結構あった気がする。うん、多分、うん。そう思うと結構きついよね。そうだ、もやい正解。他県の人にどうやって説明するのが正解なのかはちょっと未だに分かんなくてですね。うん、まあ何が正解ですか。まあでももやい。辞書じゃないけど一つに定義しなくてもいいんじゃないかなとは思ったけどね。それぞれのもやいが。そう、それぞれのもやい。だからそれを説明もより複雑になって返しちゃう。そうそう。聞かれたら言ってやるに。それぞれのもやいがあるからね。自分のもやい見つけてみる。いや、まあ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 。待ってる。俺待ってっからさ。教えて。分かった、教えて。逆に教えて。でもなんだろうね、本当一つには本当に多分定められ、本当に好意義な言葉だから難しいとは思うんだけど、一個一番いい例を教えてよ。一番いい例なんだろう、ね、いこういう時のこれみたいな。ポケモンの不思議花、
俺ベトベトンだったわ今。ベトベトン。ベトベトンで言ったら。そう。でもあれ大木戸博士のところにいるベトベトンは明るいけど、実際最初現れた時は本当に超嫌なやつで出てくるの。あれ捕まえて仲良くなったからなんかもうこうサトシにも出ろってやるんだけど、最初は超嫌なやつってイメージでもないんだよ。陰険な感じなんだよ本当に。いやちょっとそういった要素もなんか広いな、広いよ。いや難しいよね。難しいな。コクーンとかじゃないの？あ、コクーン違う？まあでもトランスいるよりは多分コクーンかもしれない。ちょっとなんか悪いイメージってこと？違う。その後トランスルはなんかとんがってるからみたいな。なんかその後バタフリーになっていくしさ、それよりはなんかスピアの方がちょっとなんかイメージしやすいかな。モヤイの。ああ。そう。あ、そう。あとモヤイの対義語はいかつい。何？もやいじゃん。俺いかついだなって思ってる。あ、もやいの反対、一番反対。一番反対。もうその尖ってるとかもダメで、ね、近いと思うんだよね。うーん。尖ってるはちょっとまた尖っててもええやつもいるからな。もやっとボールもね尖ってるし、ね。ちょっとだけね。すっきりじゃん。もやいの曲すっきり。それか。すっきりじゃん。いやそのもやもやじゃん。それあれもやもやのもやだよ。もやいやつがいっぱいあるわけだ。もやいからもやっとボール。もやっとボールみんな投げてるじゃん。あれもやもやした気持ち。この問題もやっつって。それもやもやするのもやだ。いやもしかしたら他県の人はなんかそのあれのイメージに引っ張られちゃってんのかな。もやっとボールに。そう、もやっとボールに。ああ、でもそれはあるかもね。うん、なんか、そう。もやって言葉がそこからしか聞いたことない。そうそうそう。それしか聞いたことないから、イメージするのが何なのっていう感じあるのかもしれない。あとやっぱ、もやしもね、もやしっぽいとか。もやしっぽい。ああ。来てんのかね、語源は。いやー、どうなんだろうね。もやしなのか、もやがかかってるのか。もやしではなくない？もやし。もやしもだって、もやいじゃん。もやしもやい。キングオブも、あ、じゃ、キングオブ、何々回のもやいを決めていけばさ、正解が見えてくんじゃん。それちょっと3ヶ月ぐらいやっていい俺。今日のキングオブもやいを決めるジャンルは、いや、難しい。そしたらさ、コーナーにしようぜ。キングオブ。もやいのコーナー、いや、ちょっと今後。そうすればさ、それ多分全部1年間集めたら、答えになってるから、共通点が。コーナーにしようじゃん。うん。いいね、スタート自己紹介して、うん、親いのコーナーやってから本編行こう。はいはいはい。OK。よかった。コーナーできた。もういいね。ラジオっぽい。それを1年間貯めれば、もやいのデータが貯まる。親いのデータがね、こういう傾向にあるぞ、そう。今日じゃあちょっと1個決めようぜ。何々回の。そうだね。何々回の？難しいね、何々回。何々回にしようか。野菜でいいんじゃない？野菜界のもやい。野菜界のもやい。難しいね。野菜界のもやい。野菜界のもやい。もろへんや。もろへんや。もっと嫌じゃん。もで始まって嫌で終わるから。もろへんや。もやいわあ。もやい。なんかもやいだ。いや、ほうれん草にはなんかちょっと隠れるじゃん。いや、確かに、うん、俺今、モロヘイヤって言われて、浮かんでない、うん。そうだね。ちょっとほうれん草チックなやつなんですよ。あんな見た目？そう、で、ちょっとネバッとすんだよね、味噌汁とかに入れると。ああ、はい、はい。その食感といい、そう。あと、ほうれん草には負けてる感じといい、うん、なんかもやいわ。ああ。モロヘイヤ。モロヘイヤか。もやい。ああ、結構もやいかもな。モロヘイヤもやいね。結構もやい。登場回数も少ないしね。そう。食べる。そう。だって。いや、野菜で言うとなんかそういったイメージあるかもしれない。今のもやいに当てはめようとすると。そうだね。確かに。もやしよりももやいわ。うん。だってもやしだって二郎にいるからね。まあ結構、そうね、意外とメジャー級だから。結構スター選手だよ、あれ。舐めてるけど。確かに。モロヘイヤもやいか。モロヘイヤ1位か。1位かどうかわかんない。野菜。です。野菜の会のもやい。野菜会、なんだろうね。いや、でもちょうどいいラインな気もするな。ねえ、響きも良かったし。うん。じゃあ、モロヘイヤでいいですか？今回の。じゃあ、今回のもやいは。野菜会は、モロヘイヤ。そこで取れるデータは、
まあ、やっぱちょっとメジャーではないっていうのと、うん、そうだね、まあ、そこの野菜界で言うと、まあ、似た野菜がある、そうそう、うん、そっちがメジャー、メジャーなやつが別にいる、影にでちょっとねネバッとしてる、ね、これ大事、これ大事、これ大事、それ大事、ちょっとネバッとしてる、ちょっとネバッとしてる、確かにもやいわ、ちょっとネバッとしてる、なるほど、ありがとうございます。じゃあ時間もいい感じだということで、コーナーでやっていくので、はい、何々回のもやいを決めてほしいというね、うん、あのコメントがあれば必ず書いていただける、必ず対応しますんで、そこはという感じで今週は結局そうだね、1年かけて探す旅にしようか、うん、そうもやいよ、でもこれ各方面から怒られる確かにね、風評被害がある可能性あるけど、確かに今多分モロヘイヤの多分農家の人が多分怒られる、モロヘイヤ協会はもう怒ってるよ、激怒だよね、うん、多分いい加減にしよう、もやもやしてるよ、そのもやじゃないです。ややこしくなるんです。モロヘイヤ協会は、そのもやっとボールの方出すとややこしくなるから。モロヘイヤ協会の人たちは、うん、あのモロヘイヤをもやいと言われて、うん、もやもやしてるね。ちょもっとやが多すぎるんだよな。わけわかんなくなっちゃう。はい。ということで、はい、今週は終わりたいと思います。また来週、はい、ありがとうございました。